こんにちは。阪急道場、弓屋さんです。今日は、モーヤンカレー、西新宿、ダイニング店にやってきました。はい、あの、盲ヤンカレーといえば、今、何かと話題のカレーです。はい、あの、令和の虎を見てですね、あの、盲ヤンカレーの社長の方が、あの、出てらっしゃって、あの、久々に食べたいな、ということで、やってきました。もう10年ぶりです。 はいということでモーヤンカレーの店内やってきましたこれからはい森に行きます、うん、はいということで今ねあのよそってきましたはい、えー、こんな感じでよそってきました私はあの一回よそうだけのあのコースっていうかね他に もう1回おかわりできるコースとおかわりし放題の3種類がありますはいなのでね私はちょっと1回だけでおそらくねお腹いっぱいになっちゃうと思うのではいということであのどんどん食べていきます最初の一口目感動しました感動本当に美味しかったですあのなんというかフルーツの甘みが すごく体に染みるんですよね。フルーツの甘みとあのチーズみたいな味がしますね。なんかねあの本当10年ぶりに食べたんですが懐かしい味で私10年前はあのテイクアウトであの カレーーのルーをいただいたたただだだけだったんですねなのであのお店で食べるのは実は初めてなのであのいろんなサイドメニューというかねサラダとかがあってすごくあの美味しかったです特にあのたくあんが美味しかったですねすごく香りがあのいぶしたくあんみたいなね香りが高くてすごく美味しかったです。 うん、でねあのお米もね程よい硬さというかねなんかそれが美味しかったです食感があってはいなのでね本当にカレーのルーが合うんですよねもうどんどん食べ進めていってあのまあねあの食べたんですが最後の方は顎がもうなんか痛くなってしまってあの噛みつかれてしまいました噛みつかれるって何だろうっていう感じなんですけど はいあの本当に本当に美味しかったですあそうそうあの強いて言うならあのカレーパンの中のルーの味みたいな感じそうそうそんな感じですはいあのもしですねこの動画いいねと思ったら高評価はいあとチャンネル登録いただければ嬉しいです